インド洋に面するケニア共和国のモンバサは、モスリム商人の活動とともに、公易の拠点として栄えました。このモンバサと首都ナイロビを結ぶ鉄道は、ケニア鉄道によって運営されています。ナイロビにはケニア鉄道の博物館があります。そこではケニア鉄道について学ぶことができます。 歴史をひも解くと第一次世界大戦後にウガンダ鉄道が東アフリカ鉄道となりその東アフリカ鉄道はウガンダケニアタン,ダジタンザニアの鉄道を運営していましたこれはモンバサのキリンディーニ港で1897年に撮られた写真です説明によればウガンダ鉄道の資材とその保管の取り扱い拠点だったそうです これはケニア鉄道の紋章ですね国旗とはちょっとテイストが異なりますがやはりケニアっぽく見えます露天ですがいくつかの車両車両というよりは蒸気機関車ですねが保存されています淡水車に書かれている EAR は East African Railway で東アフリカ鉄道ということですこのような歴史的な機関車の奥には 高いビルが建設中でした当時のナイロビの状況をよく取られていると思いますそして車体にはこのような文字も見えます8081フィート2463メーターのシェンジーナさんと書かれていますこれはケニアで一番高い山ですそして列車の名前でもありました 展示されている機関車は大きさが違うのですが、よく見ると大きさ以上に違う部分がありました。2両の機関車は、日本の蒸気機関車のように、導輪がボイラーの下にあります。これに対して、1両の大型機関車は、導輪がボイラーの下ではなく、淡水車の下にあります。これは気づいていませんでした。非常に面白いものですね。ナイル川の源流を、 どことするかには様々な意見がありますナイル川は遡ると青ナイルと白ナイルに分かれますそして白ナイルの源流がビクトリア湖ですビクトリア湖はケニア、ウガンダ、タンザニアに囲まれたアフリカ最大の湖ですそのビクトリア湖から流れ出すナイル川を見てきました テレビで見た日本の川の川源流とは全く異なりますもちろんビクトリア港をナイル川の源流としていいのかということはありますが素人にも分かりやすいものですなんといってもアフリカ最大の湖ですから源流といっても圧倒的な水量が目の前を流れていきますこれは本当に圧倒的としか表現ができません やっぱりナイル川は偉大なんですね。ウガンダには赤道があります。当然赤道をまたごうなんて思うわけです。実際にやっちゃってますが。日本は島国で、大陸という感覚は日本に住む限り、あまり実感はできないかと思います。ですがこのように赤道をまたいだりすると、 ああ自分はアフリカ大陸にいるんだと実感することになりますいい経験だったと思いますカスビのブガンダ王国王の墓はウガンダにある世界遺産ですカンパラから遠くもなくカスビの丘というところだったと思います天井は高く中には写真が飾ってあり武器なども展示されていました お墓という印象よりも大きな家という印象だったと思いますウェブを調べて分かったのですがブガンダの歴代国王の墓には4人の国王が祀られているそうです当然4枚の写真は歴代の国王ということになります大きな円錐形の形それは木や吉で作られているそうです確かに貴重な歴史的文化的な象徴だと思いました